の愛中です、今回はですね、今リプでも届いてるんですけど、結構もう入試本番がね、始まってる方もいらっしゃると思うので、入試本番の前の過ごし方、それを生活リズムに関するところと勉強内容のその2本柱で話していこうと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それではまず1ヶ月前から話していこうと思います。で、もしこの動画を見た時に、いやもう1ヶ月ないんだけどっていう方も、参考になるところはあるので、エッセンスだけね、引き抜いて参考にしてみてください。で、まず生活リズムに関してなんですけど、夜型をやめましょう。多くの方にね、言われてると思うんですが、今まではね、夜型でもいいよ。別に勉強するのが、そのそれぞれにさ、合ってる時間はあると思うんですけど、その入試本番は時間が変わらないですよね。基本的に夜入試っていうことはないし、午前中か午後にもね、渡ってあるかもしれないんだけど、その試験本番で、ね、みんなが頭を使わなきゃいけない時間にちゃんと脳が覚醒するようにリズムを持っていかなきゃいけないのね。ちょっと日中頭がポーッとしやすいなとか、ぼーっとしちゃうことが多いなっていう方は、確実に今睡眠時間のサイクルが夜に合っちゃってるのね。で、脳が覚醒してるというか、頭が働く時間を夜から試験本番の時間に移しておかないと、もったいないよね。当然試合はそこの昼にやるわけだから、入試本番はね。この生活リズム、脳のそのサイクルを直すのは、明日直せば1日で治るっていうもんでは当然ないです。少なくとも個人的には2週間はかかると思ってます。で、次に勉強に関してなんですけど、これは1ヶ月前と後で1週間前も話すんですが、ここもあんま変わらない。1ヶ月前も1週間前も同じで、単元絞ってください。あれもこれもやるんじゃなくて、基本的にもうここを固めていこうっていうのを決めた方がいいです。もちろん今までやってない勉強、まだ手を出してない単元をやるのも1個の手です。1個の手なんだけど、今までみんないっぱい勉強してきたじゃないですか。いろんな科目のいろんな単元をやってきて、どちらかというと今までやってきたものの確認に当てた方がいいです。いや、これ個人的な意見よ。俺がやってたことでもあるし、俺の生徒にやらせてたこともあるんだけど、新しいことをやってて、もちろん知識量は増えていくじゃんか。その単元がテストでさ、入試に出たらもちろんラッキーだし、よっしゃってなるんだけれど、新しいことをやるって当然エネルギーと時間が必要でしょ。で、もちろんさ、新しいことやるからできない問題に出会いやすいんだよね。で、これから今入試した1ヶ月前とかになってて、そのだんだん不安がどんどん増してる方が多いと思うの。情緒不安定にもなりやすいし、で、その状態でできない問題に連続で出会っちゃうと、下手すると心が折れちゃうのね。あんなに勉強してきたのにまだこんなにできないんだ、もしかしたら受からないかもしんないな、みたいな、そういった意識が芽生えちゃうの、どっかで。で、それって俺すごい邪魔で、入試の その本番にしてもね。だからどちらかというと、今までやってきてもさ、うちらコンピューターじゃないから忘れるじゃん、やってきた勉強っていうのは。それを確認する、忘れてないかな、抜けてないかなって。もちろん抜けててへこむかもしれないけど、それはいいんだって、人だから抜けるから。でも新しいことをやるよりはできない問題は少なくなるはずなので、入れ直す、覚え直すっていうのはね、労力もかからないから。だからそこはね、判断はみんなに任せるんだけども、そのやることを絞って、あれもこれもやるっていうよりは、やることを一つとか二つに絞ってやるようにしてみてください。で、次にね、1週間前を話すんですが、ここもしよかったら、普段ご飯を作ってるくれる、お母さんかお父さんかみんな違うと思うんだけど、ご飯を作ってくださる方にもちょっと見ていただけると嬉しいです。食事の話をするので、1週間前、前日もちょっと先に言っちゃうと、よく前日ね、やっぱ験担ぎで、例えばとんかつとか、いろいろあると思う、ステーキとかね、結構食べさせたがる親御さんいらっしゃるんですけど、みんなもね、食べたがる生徒もいたんだけど、自分の生徒で、基本的にこれはやめた方がいいです。その揚げ物とか脂っこいものっていうのは、消化で負担がかかるので良くないって言われてて、で、自分がよく言ってるのは、まず前提として慣れてる食事を食べてくださいって言います。新しいもの、その験担ぎで誕生日かみたいなものじゃなくって、普段食べ慣れてるものをぜひ、作ってあげてください。その親、自分も、親なので、その応援したくて、ちょっとなんかいいものってなるんですけど、それは終わった後にしてください。終わった後にお疲れ様でしたって意味を込めて、ぜひステーキとかね、わかんないですけど、その料理をしてもらいたいと思うんですが、まず試験前に関しては慣れてるもので、もしメニューでちょっとおすすめをと聞かれた場合、自分がよく言うのは豚汁をよく言います。なんか生姜焼きとかもよくね、おすすめされるんですけど、
あの人参とか大根って消化に良かったりとか、あと味噌とか生姜やっぱ体に温まるものなんですよね。でそれが詰まってるのがやっぱり豚汁とか生姜焼きになってたりするので、まあ、自分がよく言うのはご飯と納豆と豚汁っていう、まあ、もちろんそれだけじゃなくていいですけど、それをメインで出してもらって、それが毎日だったらもちろんね飽きちゃうとは思うんですが、その辺をちょっとレパートリーの中にちょっと多めに入れるというか、試験1週間前ぐらいから、もしねあの見てくださってる方がもっと前からだったら1ヶ月前から始めてももちろんいいです。その食事に慣れるっていうのは大事なの でそういったものをぜひねあの作ってもらえると嬉しいなと思います。で次に生活リズムとか勉強内容に関してなんだけど、それはさっき話したのと同じ、基本的に変わらないです。で勉強は特にもうね新しいことやめた方がいいよ。いや、やってもいいけど個人的にはおすすめしないです。もう1週間前とか、特に高校受験の方って人生初受験の方が多いんだよね。だから勝手が分かってないじゃん、どういうその自分が心理状態になるかも初めてでしょ、全部が思った以上に切羽詰まるよ。不安と焦りに押しつぶされそうになる。でいろんな些細なことがめちゃくちゃ気になっちゃうんだよね。でその状態でその新しいことやるとさっきの状態になる。もう自分ダメなんじゃないか、やっぱ落ちるわみたいな。で落ちるわとか無理だって思ってる状態で試験臨んじゃうと、その出せる力がめちゃくちゃ落ちちゃうのね。だって思ってるんだもん、自分で受からねえってダメかもって思ってる。そうじゃなくて、できる限りこれだけやってきたんだから大丈夫だよ私って、大丈夫だ俺って、そう思えてるかどうかって、これ精神論に聞こえるかもしれないけどパフォーマンスが全然違うのね。なのでそのこの1週間前っていうのは全体に言えることなんだけど、自分の精神状態をいい状態に持っていくために使ってほしいの。自分が試験本番にいいモチベーションでいい心持ちで臨めるかどうか、そのためにはどうしたらいいのかなっていう視点でぜひ過ごしてください。でその中で絶対やっておいてほしいことが、まず持ち物の準備です。これ準備ね、まあ大体前日とかにやる方多いと思うんですよ。明日の試験持ち物なんだっけ、時計かコンパスかとかあると思うんだけど、いや絶対1週間前からやった方がいいよ、不安になるから。あのね、前日の確認だけだと割とやらかす人もいるから、忘れ物あったりする。で試験本番に忘れ物なんかしてみ、もう平常心でいられないよ試験会場で。だから1週間前から持ち物をまず確認して準備するの、もうその試験当日持っていくものをね。で毎日チェックしてごらん。でもしあのよかったら親御さんも一緒にチェックしてください。自分一人じゃなくて他の人の目があるとやっぱり安心感は違うので、ぜひ一緒にチェックしてもらえたらと思います。もう一個は、もしあの試験が近い場所、まあ、大学受験とかだとさ地方からね都内にって方は難しいかもしれないんですけど、実際に車とか電車で行ける距離の方は、まあ、土日とか使ってて構わないので、どっかでねシミュレーションするといいです。行ってみる、まあ、実際の電車乗っても構わないし、その会場行ってさ、あ、正門がここなんだとかこういう雰囲気なんだとかでもいいんですけど、自分が試験当日にどの電車に乗ってどういうルートで歩いてどういう教室で、まあ、もしねあの学校のオープンキャンパスとか行ってればどういう教室に座って受けるだろうなみたいなイメトレをしておくと、やっぱり当日あたふたはしにくくなります。なのでこの1週間前からは準備、持ち物チェックを必ずしておく、そしてイメトレをしておくっていうのをやってみてください。でこれをなんでやるかっていうと、まあ、さっきと同じです。精神状態を安定させるためにやります。つまり不安要素を除くためにやるの。持ち物忘れてたらどうしようとか、あの当日電車間違ったらどうしようみたいな余計な不安要素を取り除きたいので、そのためにやるので、ぜひね、あの試しというか、これまでやってほしいことなんでやってもらえたらと思います。で、ラストに前日と当日の話をしていくんですが、まあやることそんなに変わらないです。まず前日、これは絶対に寝てください。もうね、寝れないよ。正直ね、緊張で寝れないの分かるし、なかなかね目つぶっても寝つけないって方もいると思うんだけど、寝ようとすることが大事だから、結果的に寝れなくても気にしなくていいから、あ、寝れなかったからどうしようって、ハイチなんかああいうことを言ってたしって思うかもしれないけど、気にしなくていい。それはもう寝れなかったら寝れなかったらしょうがないんだけど、寝ないような、例えばなんか友達と LINE しててとか、そういう夜更かしをしようとはしないで、寝ようとはしてほしいから、でそこしっかり睡眠とってほしいなってまず1個なんだけど、あとは当日まあ食べ物に関してはさっき言った通りなんで、慣れてるものをぜひ食べてください。で、まあ、前日もそうなんだけど、生ものとか刺身とかね、お刺身とか、まあ、ちょっとこう腹を下す可能性があるものは絶対食べちゃダメ。
まあ、揚げ物もさっきもそうだね、胃もたれ起こしたりしたらしょうがないからさ、そういったものは避けてほしいし、当日ね寒いじゃないですか。日本の受験って基本的に冬にあるので寒いんですよ。そうするとあったかい飲み物をね結構買いがちなんですよね。それはいいんだよ、いいんだけど、間違ってもカフェオレとか買っちゃダメだよ。そのお腹を、牛乳がねミルクが入ってるんで、試験の時って、まあ、消化が悪くなってるからいつもは腹下さないんだけど、当たる子というか腹を下す子ってめっちゃいるからね。飲むんだったら例えばホットレモンとかそういったものを飲んでください。あったかいお茶とかね。であと手がかじかんでね、結構その、まあ、試験会場着いたらさ、もう会場あったかかったりするから大丈夫になることもあるんだけど、手がかじかんだ状態でその試験あと50分とかなるじゃん。あどうしよう、かじかんだの治らないみたいな、これもね余計なんだよ。こんないらない、こんな不安は。だったらちゃんと手袋をつけるとか、北海道を持っていくっていう準備も1週間前から準備しておきましょう。あのね、手はね極力冷やさない方がいいです。試験の時に指動きにくくなる、これ結構ねいらないよ、これ邪魔になるから。だからそういった細かいことなんですけど、まあ、カフェオレを飲まないとかね、前日お刺身を食べないとかもそうなんですが、試験当日にちゃんと手をあったかくする、そういったところもぜひ意識してもらえたらと思います。はい、ということでね、駆け足で喋ってきましたが、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。まあね、この喋ったこと全部が全部参考にしろってわけではないんですけど、まあ極力参考にしてほしいですけどね。まあでも自分の中で、あ、使えるなと思うエッセンスだけ引き抜いて使ってみてください。もう全てはみんなが試験当日に一番いいモチベーションで、一番いい状態で臨めることが全てです。そのためだったら自分が喋ったことと違うなって思うことはそれでいいから、いい、ハイチがこう言ってたから絶対こうじゃなくていいの、みんなでアレンジして、それはみんな自身が決めて構わないから。ただし一番自分がいい状態で臨むことが大事なんだっていう、そこだけはぶらさないでください。で最後にちょっと一例だけ挙げさせてもらいたいんだけど、例えばさ、いい精神状態で臨めるのってどうすればいいのって話なんよ。でこれはみんな自身で違う、俺が持ってる答えと A 君が持ってる答え、 B 君 C 君絶対違くていいの。だからみんながみんなのオリジナルの答えを持っててほしいんだけど、一個ねちょっと参考にしてほしいのは、自分今仕事しててもそうなんだけど、そう意識してるか大事にしてることがあって、それが後回しにしないっていうことなのね。例えばさ、何かをやろうって思った時に後でやればいいかって思うことあるじゃん。それは別に勉強だけじゃない、普通に自分とかだったら家事とかもそうだけど、洗濯物を回すの後でいいかとか干すの後でいいかとか思うんだけど、後でいいかっていう選択肢が出てきた時にそれを潰してちゃんとすぐやるって、これを絶対徹底してるので、これができてる時って俺精神状態がいい状態なのね。その精神状態いいチェックの1個の項目としてそれを挙げてるので、そういうのがみんなにもあるはずなのね。でもしまだ試験までさ、今これまあ11月に撮ってるから試験まで時間がある方も多いと思うのね。そういう方にとっては自分がどういう過ごし方をすると精神状態が良くなるのかって、ぜひちょっと1個の視点持ってごらん。それを、答えを見つけるのは自分自身しかないから、自分がこういうふうに考えているとき、こういうことをしているときに精神状態が落ち着くな、いいモチベーションで勉強できてるなっていうときに理由をちゃんと探ってほしい。なんとなくいいんじゃないの、絶対理由がある、そこには。でそれを見つけるのは自分自身だから、それを参考にして、メモっといてね、忘れちゃうから人間、メモっといて、試験が近づいてきてどん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 焦りと不安に押しつぶされそうになったときにそれを見返して、あ、そっか、今これが抜けてるんだ、ちょっとやってみようみたいな、で回復することもあるから、そうやって自分のモチベーション管理をしていってください。ということで、ここはねお付き合いいただきありがとうございました。またね次回の動画でお会いしましょう。それじゃまたね、バイバイ。